てかスパルヤに2階なんてあったんだ。絶対引っかかるだろう絶対引っかかるだろう。扉開けた隣がレクソスってひどいだろう扉開けた瞬間レクソスの目の前はちょっと困るな。あ、二人いる。いやー、弾速が速い球っていいね。デイリー達成。なんだ、めっちゃ遠いわ。めっちゃ遠いなら興味ない。インキャブは地上に出ることはないから。なんだ PMC だ。どうせトレーラーパーク出口でしょ。うん、車なし、車なし、よし。このさ AK74 用のサプレッサー、セットアッパーだセットアッパーしたあ、おおおお、メドテント入ったっけ。入ってるね。パギーラ倒したわ。ついにね、陰キャすぎて顔なしになっちゃった。陰キャあるとき、って言いながら歩いてる。寄ってくんな。земляк, мы стрелять не хотим. Вон он, сука. ツッコまなければこんな苦しい思いをしなくてよかったんじゃないのか。まだ明るいんだよ。やべ、スタックしそう。ニキータースタックしたー、ニキータースタックした、助けて。
これ落ちた、落ちるか。折れたわ。踏んだり蹴ったりだわ。まあ、この MP9 は、また後で使おう。スカブが装備してたやつだからさ。スカブが装備してたやつを修理して使ってるやつだから、別になくなっても困ることはない。っていうか、スカブの武器を修理 しないと、武器メンテナンスのスキルが上がんない、武器メンテナンスと、なんだっけ、知性が上がんないんだよね。多分あれでしょ、武器修理したことなくて、知性ゼロの人もいるでしょ。足狙ってくれやん。コラウンド勝った W。 さすがゴアーマーなだけはあるな。これスカブだよね。 PMC だと思ってた。 PMC だわ。嘘だろ。あー、かわいそうに。まだ不慣れだったんだろうな。たま、今度こそ本来やるべきだったインキャーチェンジを取り戻そう。そう、黄金時代を取り戻さなければな。さあ、どうしようか。めっちゃ戦ってる。結局どうなったんだ戦いは。これ俺がキルしたことになってんのかな。めっちゃピン高いやん。こっちは来たか。これどこに湧いたんだ。道路の前で北にはー
ん？あ、俺、ショアライン選んだもん、もしかして。違うよね。いや、ここは、ショアラインだショアラインを助け、これはライトハウスを選んだつもりがショアラインに来ていた。